こんにちは、モノモースです。今日は、あるニュースについて話をしたいと思います。それは、教育虐待について。教育虐待とは、親は子供の耐えられる限度を超えて勉強を押し付け、時には暴力も伴う行為のこと。これは、親が虐待であることを自覚しないまま、子供の心身を傷つけている現象なんです。まず、このニュースを読んで私が思ったのは、教育熱心が教育虐待に変わる瞬間、その境界が曖昧であること。親の中には、子供のためにと思って行動している人もいるでしょう。しかし、その行動が子供にとっては重荷になっている場 場合もあるんですそして、この問題の深刻さを物語るのは、被害者が成人後も精神的な後遺症に悩まされるという事実。これは教育虐待が子供の心に深い傷を残し、その影響が長期にわたって続くことを示しています。私たちがここで考えるべきは、教育と虐待の境界をどう見極めるか、そして、子供が親にのと言える関係をどう築くか、ではないでしょうか。教育は子供の成長を促すためのものであり、それは逆に子供を傷つける道具になってはならない。最後に、私たち一人一人が教育虐待について深く考え、子供 子どもたちの声をしっかりととと聞くことが大切だと思いますそれはこの問題を解決する第一歩になるのではないでしょうかそれでは今日はこの辺りで次回も皆さんと一緒に社会問題を考えていきたいと思いますモノモースでした